これから、糸井川ジオパック検定の初級対応セミナーを始めさせていただきます。ホサマグナミュージアムの小川原です。よろしくお願いいたします。糸井川ジオパック検定とは、糸井川のことをもっとよく知りたい、糸井川のことをもっと楽しみたい、そういった方向けの検定となります。糸井川が好きになる、面白くなるご当地検定として、 現在、1942名の合格者がいます。第13回ジョーパーク検定は、令和3年11月14日日曜日に開催となります。昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大予防のため、対象者を糸魚川市内にお住まいの方のみに限定して、また試験会場は市内会場のみとなります。 初級上級達人級の3種類の検定が予定されていますこちらですね試験形式100問という形になっております3択式1番2番3番から選ぶ形で回答用紙に記入しますまたですね試験時間は1時間30分を予定しております合格ラインは100点満点中 70点以上となっておりますまた販売されている公式テキストブックから70%以上が出題されています。ということで公式テキストブックをよく読,んでいくことよく読むことが合格の、まあ、第一歩というふうに言えるかと思います。え問題の構成ですが「ジオパークとは?」という問題、えー、例えばですね10個あったうちの、まあ、1個が出る。 24ジオサイト、まあ、糸魚川にはですね、24のジオサイトがありますが、えその中ですね、まあ、7割ほどが出題されます。またですね、ジオパークとはどういうことか、ジオパークは何をするところか、まあ、糸魚川ジオパークがですね、いつ認定されたか、こういった基礎知識が2割ほど出ます。また、ジオパークのですね、最近の取り組みということで、1割が出題されます。ここからは、 実際のジオパーク検定に出た問題、過去問題について解いてみたいと思います。こちらは令和1年度に出た問題です。国際的なジオパークの組織である世界ジオパークネットワークの略称は次のうちどれでしょうか ?1 番 GGN、2番 EGN、3番 APGN。こちらは 合っている問題を選ばせるということになります世界ジオパークネットワークの略称ですのでこちらは1番の GGN というのが答えとなります次は海岸で見つかる翡翠の特徴はどれでしょうかこういった問題も出ました1番白っぽいものが多い2番割れやすい3番 同じくらいの石と比較すると軽い。こちらはどれが正解でしょうかこちらの正解は、1の白っぽいものが多いとなります。続きまして、平成30年度に出た問題です。糸井川城パークの城パーク大使ではない人は誰でしょうかではない人を選ばせる問題です。 1>, 1番、伊藤さと子さん、2番、横澤夏子さん、3番、長井勝さんです。こちらは、ではない人を選びますので、2番の横澤夏子さんとなります。こちら、平成30年代の問題ですが、時事問題になります。今年2018年ですが 糸魚川氏が翡翠とヌ川姫をテーマとする小説を募集する文学賞の名前はどれでしょうか ?1 番相馬漁風賞2番フォッサマグナ文学賞3番翡翠文学賞ということでこういった時事問題もよく出題されますこちら文学賞の名前はどれでしょうか正解は3番の翡翠文学賞となります さて、こちらの問題ですが、この糸魚川ジオパークの本という本がです、ね、ございます。こちら、ジオパーク検定の公式テキストブックとなっております。600円ということで、フォッサマグナミュージアムですとか、糸魚川市役所のジオパーク推進室、あとはです、ね、道の駅のレストピア、そういったところで,です、ね、販売しております。フォッサマグナミュージアムでは通信販売で購入することも可能です。 こちらのですね、QR コードを読み込んでいただきますと博物館の通信販売のホームページにつながりますのでもしですね、こちらの本を持っていない方は購入をご検討していただければと思います。ということでこちらのですね、糸魚川のジオパック検定公式テキストブックから70%以上が出題されてきます。これからですね、 このテキストブックの内容を見ながらですね、解説をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。